下天津駅は、京都府福知山市にある、ウィラートレインズグー福線の駅である。駅番号は、介護。福知山市鉄道利用増進協議会による駅の、愛称は、花の峠駅。駅近くの小吹集落にある花の山と、花の峠の名に由来する。駅ホーム駅ホーム西側に、単式一面一線のホームを持つ、地上駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、 停留所に分類される。宮福線は、駅北方、南方の両方向で、トンネルに入る。無人駅で、駅舎はなく、階段で、高架上のホームへ登る。ホームに、待合室があるが、自動券売機は設置されていない。またホーム下には、簡素ながらも自転車置き場と、トイレがある。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 国道175号から下天津交差点を曲がり、京都府道529号大旅下天津線を少し入ったところで、下天津駅と書かれた標識を曲がって、すぐのところに位置する。駅前には駐車場があり、6台ほどの車を止められる。当駅より歩いて数分の国道175号沿いに、単後海陸交通の下天津停留所がある。快速、大鉱山は、 福知山行きの4号と宮津行きの5号が停車する。詳細な停車駅は路線記事を参照のこと。ありがとうございます。